本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。昨日、暇空茜様の電話番号とメールアドレスが、匿名掲示板でボロン、されるという怪奇現象が発生しました。一夜明けて、堀口秀俊界隈は、まだざわめきが収まっていない様子です。堀口くんのスタンスとしては、私は暇空茜の個人情報を知りませんし、そもそも開示を途中で取り下げたので、私が知るわけありませんよね。よって私はやっていませんよね。という感じで行くみたいです。それでは、堀口くんの言い分も見てみましょう。堀口くんのポストから引用します。文句があるなら訴えてこい。俺は民事なんて求めてない。刑事に行く。結果も出るだろうし。あとさ、そもそもお前じゃないなら、誰がツイッターにしか使ってないメアドと電話番号の組み合わせ知ってるのよ。使われてないことも確認できたのを、なんで秘書を名乗るやつ、焦って同じわっちょいで晒してるのよ。他人に濡れ衣を着せておいて、いざ反論されたら、訴えてこい。あまりにも無責任。あくまで一般論を申し上げますが、何千件も開示請求をして、何万枚も書類を提出しているのに、いざ自分が訴えられたら、送達から逃げ回って、必死に時間稼ぎをする人の方が、はるかに無責任ではないでしょうか。書面の送達から逃げ回っている人が、いつでも訴えてこいと言っている人に対して、無責任だと主張するのは、どの口が言うとんねん、という感じでございます。どの口が言うとんねんはれい、堀口くんも、好き勝手発信するのは良いのですが、きちんと責任を取ってください。せめて書面はしっかりと受け取ってください。書面の送達から全力で逃げ回るのは、まともに責任を取る気がない、と思われても仕方ないでしょう。堀口くんの言葉を借りると、あまりにも無責任、です。でも、刑事に行くと仰せですね。私を貶めたから実施に行くのかな。潔くて結構です。そういえば、カルピス軍団のグループ DM の中では、暇空茜はいずれ逮捕される、みたいな設定になっているんでしたっけ？堀口くんはもしかしたら、それを信じているのかもしれません。ピュアかな。むしろ警察に行かなければならないのは、堀口くんの方ではないでしょうか。早く警察に行ってください。意味深。それにしても、どうやって私が、暇空茜こと水原清輝の連絡先を知り得たというのか、全く理解できません。いちいち言う必要もないのに、相手の本名をボロンしながら、私は連絡先を知りませんよ、ふふふ。とか言われても、全く説得力がありません。堀口くんは毎回のように、暇空茜こと水原清輝、という呼び方をしています。まるで個人情報をボロン、することによって、相手にダメージを与えることができる、とでも考えているかのようなムーブです。怖いですね。あれだけ大量開示をしまっておいて、今更すっとぼけるのはささファンだ。さて、それでは、次は暇空茜様の主張を見てみましょう。暇空茜様のポストから引用します。問い詰めるとかくだらんことやめなよ。時間の無駄だろ。堀口くんは俺が嘘ついてて名誉毀損だって言うなら訴えてこい。俺は警察に資料出して結果を待つ。それでいいじゃねえか。学生じゃない時に学生釣ったり、生理の女に頼まれたら3万円抜かれたとか、そういうことツイートするやつが、漫画とかゲームの悪役みたいに、真実をベラベラ自白するとでも、私としても、堀口くんの言い分も信じてあげたいところではありますが、信じると後々、とんでもないことになりそうですし、日頃の行いってやつですよ堀口くん。悪く思わないでください。ただ、現時点で堀口くんが、開示請求でいた個人情報を漏らしたとは限らないので、犯人を決めつけた投稿などは、決してしないように気をつけてください。もしかしたら堀口くんの端末が、変態ストーカーのタキシードパンダによって、ハッキングされていて、パンダが堀口くんに罪を被せるために、急遽ボロンしたという可能性も、なきにしもあらず。もうさ、パンダと堀口くんで、格闘技の試合を組んで、そこで勝った方が正義、ということで良いんじゃないでしょうか。適当。ちなみに、暇空茜様の電話番号とメールアドレスをボロンした書き込みは、運営に通報され、削除されたようです。電話番号もメールアドレスも、両方とも捨て番号と捨てアドらしいので、晒されたことによる実害は、ほぼないと思われます。あと電話番号から弁護士会紹介をかけても、番号がすでに使われていないので、おそらく紹介が通らないでしょう。第三者が、暇空さんの個人情報が晒されているから、消さないと、と思って通報したのかもしれません。あるいは犯人が、あ、やべ、と思って、焦って通報した可能性も、一応あるでしょうか。ただ、少し気になったことがありました。もし、書き込みの証拠を取る前に消えていたら、面倒なことになります。しかし、そこは暇空茜様、証拠はもう取っていたみたいです。削除申請で消したの、伝説の380もその前後も、保全済みに決まってるじゃないですか。やだー。いやー、よかったです。書き込みが削除されているのが分かったとき、一瞬焦りました。もし仮に、犯人が削除依頼を出したと仮定すると、犯人は相当焦っているのでしょう。震えて眠れ、タキシードパンダ。お前だけは絶対に許さない。俺とか弁護団とか、堀口くんとか国会議員とかにした一連の手口全部共通してるから、絶対タキシードパンダを刑事罰に追い込みますよ。安心してください。そんな強気で宣言して、大丈夫でしょうか。ここまで言うということは、何か確信があるのかもしれません。いよいよタキシードパンダの正体が、明らかになるのでしょうか。正体は一体誰なんでしょうね。ちょっと想像もつかないですね。一体誰なんやろな。ちなみに、堀口くん以外の、左派系の人たちの個人情報が、唐突にボロン、されるという、妙な事案も発生しています。騒動に便乗しただけの、単なる愉快犯なのか、それとも、タキシードパンダがやけくそになって、盛大に最後っぺをかましているのでしょうか。謎です。堀口くんは、陰に備えて、学問、戦争学、探求してくださいよ。タキシードパンダは俺が仕留めますし、示談とかないです。堀口くんの将来の目標は、大学院に入ることなんでしたっけ？向上心が強くて素晴らしいですね。ぜひ頑張ってください。しかし一つ気になるのは、堀口くんはそもそも、大学を卒業することができるのでしょうか。大学の勉強をしている様子が、SNS からは全く見受けられないのですが、院のことを考えている場合なんですかね。それと、あくまで一般論ですが、将来について聞かれた場合、大学院のことではなく、さらにその先の進路について語ることが、多いのではないでしょうか。将来の話を振られて、大学院の話をし始める時点で、将来どのような仕事をしたいかとか、どのようにお金を稼いでいくとか、そういったビジョンが全くないのでは、ひでとし。お前もう、ベーリング界で一攫千金するしかないな。世界で暇空か、暇空弁護団カナルくんと、開示した堀口さんくらいしか知らない捨て垢情報をボロンした奴がいた。もしかしたらタキパンは堀口さんだけでなく、暇空の情報をも抜いてるのかも。違う、メアドは弁護団にもナルくんにも伝えてない。俺か開示した奴か、ハッカーのタキシードパンダしか知らない。そしてこれを開示したのは堀口くんしかいない。これが単発なら、俺の義援の可能性もあったろうね。あの連日の JP で不服した後のボロンだから、完璧。甘い。アメリカのケーキより甘いですね。なぜ毎回律儀に、自分からボロを出してしまうのでしょうか。つまり、やはり、なりすましとかメールボムの犯人は、タキシードパンダ。電話番号をかけて、確かめればよかったのにね。メアドの文字列の意味を、読み取ればよかったのにね。バーカ。犯人も犯人で、ガバガバすぎるんだよな。せっかく入手した番号に、電話をかけないというのもよくわかりません。もしかしたら、電話をして足がつくのを、警戒していたのでしょうか。しかし電話するよりも、カード情報を残す方が、どう考えてもヤバいと思うんですけど、困惑。メールアドレスのローマ字を読めば、ステアドであることは明らかです。犯人はおそらく、英語があまり得意ではないのでしょう。英語が苦手なことに、コンプレックスを持ってそう。正直、暇空ブスコラボだけなら、暇空も結構厳しかったと思うんだよな。王をカルピスに入れさせて、セブンナイツと繋げたのが、マジ失策だったわ。鳥なのか、3なのか知らんが、先般すぎるだろ。歴史にもしもはないが、その意見は否定しない。誰だ、堀口くんをカルピス軍団に引き入れたのは、そして誰だ、学習院 OB を煽ったのは、堀口くん、そいつらを訴えましょうよ。堀口くんが破滅するのは、そいつらのせいでもあるんですよ。多席思考、堀口くんや避難所のような人物を、仲間に引き入れることはリスクしかありません。リスクがあるなと思った人物は、さっさと切る方が良いです。例えば、イーリス・ハルトくんとかもそうですね。こういう時はスクリプト流しじゃなくて、言い訳になるの。真にヤバい時はスクリプトじゃないんだなって、認知プロファイリングのネタがまた増えた。3万個しすり固定でイライラしてたのと、アレルギーアップしてきて、堀口くんの判断力が落ちてるのを見越して、個人情報者丸なすりつけようとするタキシードパンダ、本当に悪質だ。許せねえな。逮捕されたら、実名晒します。ガチなのですか、タキシードパンダ。いくらなんでもサイコパスすぎるだろ。堀口くんとは別人とされている、学習院告発サイトの管理人と同じぐらい、サイコパスです。他人の個人情報が公開されているのを見て、シャマルしそうになるタキシードパンダが、自分自身の実名をボロン、されてしまうという。まるで日本昔話みたいな流れで、この感じ、いい感じだで。俺多分タキシードパンダは、逮捕要件満たしてると思うんだよな。いや断定はやめとくわ。いわゆる罪証隠滅といって、犯人が証拠を消したり、逃亡の恐れがある場合は、警察は逮捕する傾向があるようです。タキシードパンダはスーパーハッカーですから、海外を転々としているイメージがあります。証拠を残さないように、証拠隠滅もしまくっているはずです。これはガチで、パンダの逮捕もあるかもしれません。タキシードパンダ、逮捕、みたいなネットニュースの見出しが、1年後ぐらいに出てくるのでしょうか。想像するだけで、股間からパンダ生えそう。あ、今まで仲間ずらしてきた奴が、罵倒してきたり、自丸を進めてきたら警察行った方がいいよ。そうさせられるかもしれないから。絶対に自丸は良くないことです。まあ、たくま守るとか、青葉クラスなら知らんけど。もともと、カルピス軍団とは、情弱を集めて鉄砲玉を育成するのが目的の、歪んだコミュニティです。鉄砲玉として使い物にならない、と判断されると、道具を処分する方向に動く、という可能性もあります。堀口くんはどうやら、カルピス軍団と強いつながりがあるようです。X でもカルピス軍団と堂々と絡んだり、軍団の投稿をリポストして拡散したりしているので、もはや言い逃れは不可能です。堀口くんが今できる、最善の行動は、カルルキス軍団告発サイトを作って、内部で何が行われていたのかを、警察や裁判所に、すべて包み隠さず話すことです。いやでも、堀口くんの証言を、どこまで信じてよいのかわからなくて、逆に警察が混乱するかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。さて、話を戻すと、暇空茜様の個人情報が流出した件について、堀口くんは、開示を取り下げたのだから、電話番号とメールアドは知りませんよね、というスタンスのようです。しかし、アルパカ社長が昨日、こんなスクショを投稿されました。引用します。ほーん、久しぶりの、闇承認官。仮処分を取り下げたところで、投稿記事は復活しないし、私の手元にある IP アドレスが、消えるわけでもないのだが。困惑。これは一体、どういうことなのでしょうか。やはり、開示を取り下げたから知らない、というのは、その場しのぎの、適当な言い訳でしかないのでしょうか。ただ、堀口くんが、例の電話番号とメールアドを知っているかどうかは、きちんと証拠が残っているはずなので、警察や裁判所が確認すれば、おそらく一発でわかることです。なので、堀口くんがボロン、していないのであれば、いずれは堀口くんの潔白が確定します。もし黒だったら、その時はまあ、なのでもう、ここまで来たら、どちらの主張が正しいかというよりも、裁判所や警察署に判断してもらった方が、手っ取り早いです。堀口くんが潔白なら、何も恐れることはありません。裁判所と警察を信じて、待ちましょう。ここから入れる弁護士保険ありますか、パンダ。ないです。上級。もしパンダが、弁護士保険に加入していたとしても、弁護士サイドから、受任を拒否されそう。俺が嘘ついてるなら、絶好のカウンターパンチチャンスやろ。そうか、弁護士紹介しても、その番号は該当いませんってなるはずだ。紹介すら試してなかったんだな。開示をした人物は、弁護士会紹介すらしていない、ということでしょうか。しかしそれは、妙な話です。暇空茜様を訴えるのが目的なら、電話番号を入手したら、真っ先に弁護士会紹介をかけると思うんですよ。なのでやはり、開示をした人物は、暇空茜様を訴えることが目的ではなく、個人情報を入手することが目的のようです。入手した個人情報を使って、一体何をするつもりだったんでしょうねー。怖っぴねー。カルピス軍団には、芝木隊を自称する人物がいます。さらに、芝木隊創設メンバーの神原先生も、堀口くんと強いつながりがあるようです。解釈によっては、カルピス軍団は、実質的に芝木隊の別動隊である、という風に考えることもできるわけです。そう考えると、そのカルピス軍団と強いつながりがある堀口くんが、必死こいて大量開示をして、いろいろな人の個人情報を入手しようとしているのは、恐怖でしかありません。大体、まだ小林を訴えていないのに、まだ大量開示を続けているのは、さすがにおかしいでしょ。もう司法は、堀口くんの開示を認めるべきではありません。これ以上、タキシードパンダについて話すことなどない。来週追加で警察に行く。警察は土日祝も動いてるけど、基本は休みで緊急対応。刑事事件持ち込むなら、平日か予約した土日祝です。別に明日終わるとかじゃなくて、警察が在宅狙うのか逮捕するのかも謎だし、どういう手順でどこから証拠集めてとかも謎。半年から1年かかると思うし、まあでも、一つの区切りの日にはなったね。明日祝日か、明後日、人の個人情報がネットに公開されると、嬉しくてシャマルする。頭のおかしいやつなら知ってるよ。俺は、モニター突き刺すついでに、ダンヒルの天然をボロンする、意味不明な〇〇を知ってるよ。それではここで、みんな大好き、タキシードパンダの名言を、一緒に振り返ってみましょう。それではご覧ください。どうぞ。中学生の時に、暴力を振るい、罵声を浴びせてきた学年主任の個人情報が、ウェブに公開されていて、嬉しくて思わず、シャマルしてしまいそうです。お前精神状態おかしいよ。もうね、頼むから早く逮捕されてください。お前そんなこと考えてちゃダメだぞ。個人情報に対する熱いこだわりを感じます。この謎のこだわりは、一体どこから来ているのでしょうか。さて、話は変わって、堀口くんが開示を取り下げた、と主張している件について、暇空茜様は次のように反論しています。引用します。堀口くん取り下げたって言うなら、78の取り下げ書面全部出してみ。いやレスバとかくだらんな。CP は、補助参加できない事件類型もあってね。堀口くんそれも使ってたからさ。君しかいないよ。この組み合わせ知ってたの。俺は裁判所にでも警察にでも、そう証言できるよ。なるほどですね。まあいずれにせよ、真相は後でわかることです。堀口くんと暇空茜様、どちらかが嘘をついていることはほぼ確実ですし、堀口くんは、警察や裁判所には、絶対に嘘をついたらダメですよ。仮処分裁判、お人形遊び、管理人とのメール、頭が、ちなみに当たり前なんだけど、出してない刑事の案件もある。出していいし誰かが指摘、この番号かけたけど繋がらんけど、とか、お先にしたらつまらないから、これは出したけど、裁判所の送達からも逃げてるようなやつには、わからんか。裁判所の送達から、逃げ回る人間なんて、おらんやろ。かはは、警察沙汰になると察したのかな。考察とか言ってたこのアカウント、逃げたらしい。檀家から草デイオン堀口くん気をつけてね。呼び出されても、一人では行かないでね。赤消したカルピスの件について、はいブタ様は、次のようにおっしゃっていました。引用します。赤消したカルピスの人、最近俺のポストになんか、すり寄ってくる感じのリプ残してたから、堀ちゃん関連からは、前から降りたかったんじゃないか、と思っている。アカウント名が明記されていないので、推測になってしまいますが、おそらくひまそらあかね様が言っているアカウントのことだと思います。カルピス軍団の、グループ DM でのやり取りらしきものは、アルパカ社長の配信で公開されています。それを見る限りでは、地獄のようなやり取りが行われているようなので、あれを直接見せつけられると、カルピス軍団を抜けたくなる気持ちも、理解できます。しかも、王までいるというね、王がいる時の、カルピス軍団のストレス、凄そう、王と、暇しか知らない情報を、ボロンした、1、王がボロンした、目的外使用でアウト、2、秘書がボロンした、王が秘書に教えたため、目的外使用でアウト、3、タキパンが、王の端末をハッキングして知った情報を、ボロンした、不正アクセス禁止法で、タキパンアウト、4、暇が自作自演した、リーガルで戦ってる暇が、すべての訴訟を捨てることになりかねない真似をするメリットが、一切ない、王はどっちにしても積んでるし、暇の自作自演説を押し通すしかないのもわかるが、正直見苦しいな、ボロンしたのは、ふふしてた秘書で、堀口くんしか話せない内容を、直前直後に同一わっちょいで話してた、も追加。犯人は、堀口くんの思考を盗んでいるのでしょうか。堀口くん、思考を盗聴されているかもしれません。アルミホイル巻いた方がいいですよ。単発ならまだ、俺の自演と強弁もできたのになぁ。ですばマジでくだらんのに気持ちええから、解説はしたくなるな。暇空の、ガハハハハハ、って笑い方好きすぎる。そんな下品な笑い方したことないです。人違いでは、がで始まる笑いはしたことないはず、ないよね。今時、そんな野蛮な笑い方をする人、いないでしょ。ガハハ。言われてみればそうだな。気づかなかった。このポストへの返信には、普通のことが、盲点になる狂気の世界、堂々としすぎて、気づかないやつ、といったリプがありました。リプ欄が面白くて笹パンだ。学習院告発サイトなんて、まず普通は考えられないような代物ですから、あんなものが当たり前のように存在している時点で、私たちも、だいぶ感覚がおかしくなっているのかもしれません。さて、ひまそらあかね様に対して、X で開示をかけているのが、確か堀口くんとメタマンの2名だったでしょうか。2人は、開示をかけた時期が違うので、開示したのは堀口くんである可能性が、指摘されています。この件について、メタマンが言及していました。メタマンのポストから引用します。ありがとうございます。5チャンネルの書き込みを見てきましたが、確かに、私に開示されたものとは違いました。ウイルスかとビビりました。よかった。なんで開示したのが、堀口くんだと確定させてるの、この人。避難所とメタマン、どっちの方がすごいかという、長年の疑問について、私はメタマン推し、という主張を繰り返してきました。やはり、メタマン推しで、間違いはなかったようです。これによって、堀口くんの逃げ道は、さらに塞がれてしまいました。どうすんのこれ、っていうか、メタマンと堀口くんは、一応仲間ではなかったのでしょうか。仲間とは、ピンチの時こそ支え合うのが、一般的ではないでしょうか。自分が疑われそうになったら、あっさり仲間を切り捨てるというのは、ウケる。ただまあ、相手があの堀口くんですから、どれだけ非常ような行いをしようが、一切同情されないというのが、悲しいところです。メタマンはこれを、意図せずやっているのでしょうか。天然でやっているのか、それとも、堀口くんを切り捨てようとしているのか。いや、これは天然かもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。カルピス軍団の凄まじさを、これでもかと見せつけられるかのような、そんなエピソードでした。秘書、イコール、堀口だよ。GB とか JP は、たまに別人混ぜてるんでしょ。少なくとも今日の秘書は、堀口、で、開示情報をボロンした。世界で、堀口しか知らないメアド。こんなこと言ってますよ。堀口くん、訴えましょうよ。もし堀口くんが秘書ではないのなら、訴えたら勝てるかもしれませんよ。さあセブンナイツに土下座して、ひまそらあかね様を訴えましょうよ。スペース、800人が聞いてるんだっけ。その800人は、こいつがどうにかならないなら法治国家じゃない、くらいの青い炎が胸に灯っちゃって、この先目を離せなくなるよ。1時間以上正気に触れると、マジで忠告しとくけど、俺はアホな書面とかも読めて中和できるし、攻撃訴訟とかもできてるから、むしろ俺の方がストレスは薄くて、堀口と、法廷とか警察介さずに、スペースで会話って、まぞ。ってレベルで、俺のノートとか買わないと、気が済まなくなると思うよ。中毒症状で。むしろどんどん中毒者が増えれば、ノートが売れて良いのでは、問題発言。堀口くんのスペースを直接聞いたり、会話に参加したりするのは、本当にきついです。避難所もそうですけど、話者が真剣に話をしていても、なんか噛み合ってないんですよね。先週末時点では、裁判所が、堀口くんの日英往復してるから受け取れませんよね、ふふふ、について、神原先生に質問を投げた、ことについての回答は、来てないらしいです。ちょっと神原先生、お願いしますよ。ちゃんと依頼人の行動に、責任を取ってくださいよ。リーガルハラスメントに強い弁護士の、神原先生をもってしても、堀口くんを制御できないというのでしょうか。芝木隊初期メンバーであることを誇りに思っている、神原先生の手を煩わせるなんて、許せませんね。セブンナイツと堀口くんの関係が、いつまで続くのかも見ものです。せめて全ての裁判が終わるまでは、持ってほしいものです。もし堀口くんが、セブンナイツから見捨てられた場合、今後の全ての裁判が、本人訴訟になってしまうのでしょうか。もしそうなったら、書面が爆売れしますから、みんな債務不存在タックルしまくりそうな気がします。なお、メタマンが赤消ししていますが、どうせまた戻ってくると思います。メタマンは過去にも、赤消しして、また戻ってくるというムーブを、何度も繰り返しています。かまってちゃんムーブを繰り返す人物です。たまにいるじゃないですか。そういう人。なので、どうせまたアカウントを復活させるか、別のアカウントを作ったりして、戻ってきます。メタマンが自己顕示欲を抑えられるわけがありません。メタマンは、自分が天才と称した堀口くんが、今後どのような人生を歩むことになるのか、しっかりと見届けろよ。さて、次は、堀口くんの反論の仕方に関する、はいぶた様のポストから引用します。堀ちゃんも違うって言うなら、最初とりあえず1回だけ否定だけして、あとは放置すればいいんじゃない。本当に違うなら、何も言わなくても警察が捜査した時にはっきりして、赤っ恥書くのは、ひまそらさんなんだからさ。反論しなきゃいけないことは反論する。黙った方がいいことは黙る。堀口くんはこの見極めができてない。というか完全に逆をやるから、SNS 向いてないって言われるんだと思うぞ。私もそう思います。今中途半端に反論しても、後で真実はわかるでしょうから、もし事実と異なることを言っていた場合、後で恥をかくことになるのは、堀口くんの方です。堀口くんは今まで、その場しのぎの言い訳を繰り返すことで、なんとか切り抜けてきたのかもしれません。切り抜けてきたというよりは、相手が諦めて去っていっただけかもしれませんが、しかし、司法や警察に対しては、その場しのぎの言い訳は通用しません。きちんと証拠に基づいて、判断を下してくれることでしょう。というわけで堀口くん、頑張れ、頑張れ。最後に自前の広告が流れます。お知らせです。現在 Amazon で、バレンタイン特集が開催中です。対象のスイーツやお菓子をまとめ買いすると、条件を満たせば 20% のポイントが還元されます。大切な人へのプレゼント、あるいは家族へ、あるいは自分自身へのプレゼントにもいかがでしょうか。詳細はコメント欄のリンクからどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。